俺一体何やってんだよこんなところで。中国から出てきてもう2年、何も進展がないじゃないか。日本に行きたいだと？俺将来世界征服してみたいんだよ。そのためにはまずアジア、その中でも先進国の日本に。ふざけるな！あなた暴力を。何が日本に行くだ、何が世界征服だ、夢みたいなことばかり言いやがって。食堂のせがれが何言って言うんだ。店はヤンに継がせればいいだろう。お前長男のくせに。やめてあなた。なんだよ、長男は夢見ちゃいけないのかよ。何こんな家出て行ってやる。どうか。ほっとけ。ちくしょう、親父のバカ野郎。あの頃はあんなに熱い思いで行動していたのに。よし、これから毎朝6時起床だ。やるぞ。なんだよあの誓いは。この1年一回もやってねえじゃん。もうあの紙切れ見ても罪悪感もわかんねえし、昼近くまで寝てやがって。なんだよ俺、生活できる分の金だけをバイトで稼いでだらだら毎日過ごして。お弁当温めますか。何愛想笑いが身についてんだよ。楽な方へ楽な方へ、自分を甘やかしてばっかりじゃないか。ダメだダメだダメだ、このままじゃ。そう思うなら今から腕立てでもやれよ。世界征服のための努力をしろよ。何寝てんだよ俺。この後に及んで明日はコンビニ早番だから早く寝とかないと、なんて自分に言い訳してんじゃねえよ。起きろよ俺。俺はあと何日こうして後悔する夜を過ごせば気が済むんだ。この町に世界征服を企む組織があるんですか？うん、フロシェームって組織がなんか正義の味方と戦ってるみたい。それでアジトすぐそこよ、三丁目のクリーニング屋の近く。あ、ドガさん。だらしない俺、無気力な俺。でも俺にはまだ焦りがある。まだ間に合う。入れてもらうんだその組織に。夢のために。ああ。今日の対決場所どこだっけ？二丁目の公園ですよ。あ、バンプ様降ってきちゃいましたよ。ああ、結構本降りだね。どうしますバンプ様、カッパ持ってきます？カッパ、カッパやめよっか。今日は世界征服、風邪ひいたら元も子もないですもんね。ねえ、この雨じゃ絶対レッドさん来ないって。さあ戻ろう戻ろう。ココア飲む人？はーい。あ、雨雨。明日から頑張ろう。君には腹を幸せを見る。
さんレッド。危うしバンプ将軍。うわー、どうしよう、見つからなかったら。貴重品ということですからね、こちらも探しはしますが。あー、どうしよう。あの、網棚に忘れたものってこれですか？あ、そう、それです。我らフロシャイムの宿命の敵、天体戦士サンレッド、今日こそ奴を抹殺し、世界征服の礎にしてやるわ。フロシャイム出撃。キク、押し上げ行き、まもなく発車いたします。レッド、本当に高島屋にいますかね？佳代子さんが言ったんだから間違いないよ。あ、バンプさん、この間は本当お世話になりました。いえいえ。え、あいつですか？ええ、今日はですね。アレット、貴様の血はどんな匂いだ。ガジェム君、電車の中だから。ほら。あ、すいません。変な人だと思われちゃうでしょ。レッドさんがいるところで言うならいいけど。すいません、つい声が出ちゃって。でもやる気があるのは結構。高島屋に着いたら頼むよ、レッドさん探すの。君の犬の100倍の嗅覚で。それはもう。あのバンプ様、ニコタマはね、あの先頭車両行った方がすぐ改札出れますよ。あ、そうだったね。はいはい、じゃあ前に移動しましょう。時は金なり。あ、ちょっとすいません。あ、すいません、通ります。二子玉川。じゃあ気合い入れ直していくよ。いえいいらっしゃいませ。多分地下です。いいよ、その調子。匂いが濃くなってます。あ、多分すぐそこだと思います。大丈夫大丈夫、気楽に行こうよ。いました。見つけたぞ、天体戦士サンレッド。あ、なんだ、またおめえらかよ。サンレッド、今日という今日は貴様らが帰れ。この状況見たらわかんだろ、てめえらの相手してる暇はねえんだよ。俺の名は帰れって言ってんだよ。何の行列ですか？ああ、ん？ここのメロンパン、今流行ってんだってよ。かよこのやつに頼まれてよ、買ってこいって。ねえねえねえ、かよこって誰？さっきも名前出てたけど。ああ、レッドさんの彼女ですよ。あの、保険の外国人やってるんですって。あの、ほら。あら、バンプさん。ああ、竹内さん、どうも久しぶりです。ご近所なのに会わないわね、最近。ねえ、竹内さんもメロンパン？そう、昨日夕方のニュースで紹介されてて食べてみたくなって。まあスーパーのパンより高いけど、ケーキ買うこと考えれば安いもんね。そうそう。バンプ様。え、どうします？レッド襲撃。いや、どうしますって、まずいでしょ、ここじゃ。ご近所さんもいるし、レッドさんが買うまで待ってよっか。そうしますか。あ、すいません、私たち迷惑だよ、ここに立ってると。はい、どうしようか。レッドさん、あとどれくらいかかりますかね。知るか、店に聞き、店に。次の焼き上がりまでは45分から1時間ぐらいお待ちいただかなくてはならないんですよ。ああ、そうなんですか。まだ時間かかりそうですね。じゃあその間上の階でも見てこよっか。レッドさん、まだ45分以上かかるって言うんですよ。その頃にもう一度来ますんで。バンプ様、ちょっと含めてきていいですか？ああ、見てきな見てきな、私は若い子のファッションわからないから。させん。バンプ様、メロンパン食べたくないですか？あ、ねえ、そんなに美味しいのかね、ここの。俺並んでますよ、レッドの監視のついでに。え、あ、そう。はい、あ、盾と槍持ってますよ。じゃあ45分後に2時半になったら来るから。はい。悪いね、いってらっしゃい。ちょっと待ってください、レッドさん。話せよ。もうパン買っちまったんだし、ここに用はねえんだよ。もうちょっとだけ、もうすぐバンプ様来ると思いますんで。なんで命狙われる側の俺がてめえらを待たなきゃならねえんだよ。あ、バンプ様は
それが食器売り場と本屋を回ってきたんですけど、どこにも。ちょっと待ってください。すいません。ちょっと待ってくださいって。しつこい。苦労して買っては来たけどよ、そんなに言うほどうまいか、これ。そこそこだけど、まあ並んでまで買うほどのもんじゃないわね。並ばせたのはおめえじゃねえか。ここどこだろう、南館とか北館とか。もうだからニコ玉の高島屋って嫌い。川崎市からお越しのバンプ様、お連れ様がお待ちです。南館インフォメーションまでお越しください。だからそれがわからないの。天体戦士サンレッド、これは川崎市で繰り広げられる善と悪の戦いの物語である。鳥のひき肉にみじん切りの長ネギ、酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜたら手の中で丸めて、さあ悪と油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味にポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて団子鶏団子鍋食べよう。セリフはどっち？天体戦士サンレッド、彼が使う専用銃、その名はサンシュート。サンシュート、戦闘員クラスならこれ一発で仕留められる。サンレッドの心強い相棒だ。で、レッドさん、現在サンシュートは？さあな、2年前は大工道具の工具箱に入ってたかな。ブルース飛行機雲と河川敷、玉川沿いを股にかけたストーリー、地球の平和を守るため腕立てストレッチ、踏んづけても踏んづけても水泳のアクア、頑固でしつこい油汚れによく似てる。今週の汚れは今週のうちに、ちょいのパッパでほら綺麗ね。水の口立つの真っ赤なヒーロー、サンレッド。ダメダメ、何それ。はっきり言わせてもらうけどさ、全然怖くないよ。探り探りやってんのが見え見えだもん。それじゃお客さんに伝わらないよ。ちゃんと練習しといてよ。じゃあ次村君やって。はい。怒られてやんの。うるせえよ。あ、ドキドキする。全然怖くないよ。だって黙れ、物を置くのよ。次、サコツくんやって。はい。ガオー。
驚かせって言ってんのになんで愛想振りまいてんの。愛想なんて振りまいてないもん。かわいいんだよ。うさこつくんはここよりピョリンランドでバイトした方がいいんじゃないの。タマセンターの。じゃあとりあえず練習しといて。次さらか。バカにして。どこどこ戻ってきて。うさこっちゃん本当にかわいいよね。僕はかわいくなんかないもん。かわいいんだよ。プニ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 しやがってお前。ピロリンランドのマスコットに覚えてるか。かわいいやつはくすぐりの系だ。トビュー殺しよ。エノクロ何やってんだ。みんな実技練習してんのに仕事中なんだよ今は。バイトだって金もらう以上はプロなんだから自覚持てよ。次中くん。はい。自分だってバイトのくせに。じゃあ乗るぞこら。貸すぞこの野郎。何が金もらう以上はプロだから自覚持てよ達の。まず全然似てねえ。これレベル低いお前そんなやめた方がいいよ。バイトはバイトだろうがまず。でもよ、アジトのことを考えるとよ。うわ普通の倍ですよこれ。本部で使ってたクーラーもらってきたのはいいけど古いから電気代もバカにならないよ。僕もうここから動けないよ。麦茶おかわりいる。すいません。あ、俺が。あ、いいよいいよ私やるから。アジトの夏の電気代を考えれば。そうだな。ここは我慢我慢。その日からバイトを始めて2週間。最初のうちは何かと揉めて。慣れないお化けになることはとっても大変だったけど、今ではすっかり板についたわけで。本日はご来場いただき、いや今日は特に暑かったよね。まったくいからびちまっつの。夏にマスク役は参るって。おうみんなお疲れさん。はっ里中さんお疲れ様です。君たちとはいろいろあったけどもうすっかり一人前のお化けだな。いや里中さんのおかげですよ。そうです。いや里中さんのレベル高いドラキュラに比べたらまだまだ。今シーズンのお化け屋敷閉館まであと半月、頑張りましょうね。いやそれなんだけどさ、俺今日でバイト最後なんだ。やめちゃうんですか里中さん。寂しいです。おじさんが金持って逃げちまってさ。金を。そうですか。でも寂しがってる暇はないぞ。明日から新しいバイトが入るからな。教育係頼んだよ。カーメンマン君。いいかバイトだって金もらってんだからプロなんだぞ。しっかりやれよ。自分だってバイトだぞ。バイトはバイトだろ。なんでだ。置いてんだぞこら。無駄口叩いてるならバケになること考える。仕事中なんだから自覚持てよ。ミイラ取りがミイラに。すが元からミイラだ。あ、昼に焼きそば食べたからあれです。ただいま。あれ、何やってんの。掃除。かよこの給料日、彼女のあれである天体戦士サンレッドは自主的に掃除をするのだ。バンプ将軍のサッと一品。皆さんこんにちは、バンプです。今日も張り切ってお料理しましょう。さあ今日の料理はとっても簡単、キムチとジャコの炒め煮。それじゃあ材料の紹介。まずはキムチ、次はジャコ、あとはごま油、そしてマグカップ1杯ぐらいの水。今回の材料はこんな感じ。じゃあ早速お料理してみましょう。まずはごま油でジャコを炒めましょう。ジャコに油が回ったらキムチを入れてさらに炒めましょう。やってきましたクライマックス。美味しそうな匂いがしてきたよ。よく炒めながら水を加えて炒め煮にしていきましょう。ちゃんと煮えたら出来上がり。キムチとジャコの炒め煮の完成。お好みでネギ、ごま油を加えても OK。 ご飯が進
進みそう。本格キムチを炒めると化学反応が起きて旨味が増すんだって。さすがバンプさん、早速あれにも作らせてみよう。おはようございます、秋山さん。おお、プトラ君おはよう。なんだ、汗だくじゃないか。いや、遅れちゃいけないし。あれ、田口さんは？銀行だよ。お待たせ。あ、田口さん、おはようございます。おはよう。よし、行こうか。じゃあ僕、まとめて買ってきます。あの子、スカウトしたいって子。はい。マジでプテラノドンに似てる。そうでしょう。どこに行くんだろう。現場ですよ、バイトしてるみたいですから。あ、行っちゃうよ。追っかけましょう。北千住？よし、そのまま。よし、OK。次行こう。はい。北千住を測量。次行こう。はい。北千住を測量。次。はい。北千住を測量。次。はい。キビキビ働いてますね。頑張ってるね。あれ？ボールペンが出ねえな。あ、じゃあ僕コンビニで買ってきます。ああ、もう一本持ってるって。え、落ち着けよプドラ君。すいません。ああ、秋山さん、水もらってきますよ。ああ、ありがとう。田口さんは？うん、悪いね。性格もいい子みたいなね。ええー、ちょっとその辺ブラブラしてきてもいいですか。おう、1時まで休憩な。はい。ジュースでも飲むかな。バンプ様、今です。そうだね、今だね。うお、何ですか、あなたたちは。ああ、違うから違うから、私たち怪しいものじゃないから。あ、やっぱり。あ、母方にプテラノドンの血が入ってるんだ。はあ、図鑑で見たのとそっくりですもんね。あの、ジュラシックパーキングでも見たもの、私、あの、スリー？知ってます？プテラノドンって恐竜じゃなくて翼竜なんですよ。え、そうなの？あの、それを聞くために呼んだんですか。え？ああ、いや、ごめんごめん。ああ、実はね、なんていうかな、その、急な話で驚くかもしれないけど、プドラ君、世界征服とかに興味ない？え？世界征服ですか？世界征服、うん、そうそう、興味ない？あ、じゃあ、ある？いや、うん、少しならある。あ、ちょっと待ってください。っていうか、生まれてから世界征服なんて考えたこともなかったので、急に言われても。ああ、それじゃあ無理ないですよね。うん、それはそう、無理はない、無理はないよ。うん、すぐ返事できなくてもそれはね、もう、いやね、あの、それは世界征服なんてすぐにできるとは思ってないよ、私も、うん、正直言ってね。はあ、ただ確実に、そう、確実にやっていこうと思ってる。うん、とりあえず打倒サンレッドっていうのが当面の目標なんだけどね。でもあれですよね、んサンレッドを倒せばね、あれ、目鼻が、うん、つく。あ、そう、目鼻がつく、そう、確かに。でも僕、夜学行ってるって言ってたけどさ、本当、いらっしゃいませ。スケジュールは合わせるから、そっちに。いたいた、プドラ君。あ、もう時間ですか。ん、誰だそいつら。え、何してんだお前、うちの若いのに。あ、何かの勧誘か、こら。違うんです、違うんですよ。あれが来る、金持ちになる。あの、やつだろ。あの、俺金持ちだって言ったの。僕、現れてたんじゃないんです。怪しい人じゃないんです。酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れて、ごま油を入れて、よく混ぜたら手の中で丸めて、さあ、灰と油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して、
団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味に。本酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて団子鶏団子鍋食べよう。かよこよりいい香りがしたらしいのだ。ふみさん、ふみちからさん。あ、もしかして僕かな。ふみさんですね。いえ、本当はそれカタカナでニシカなんです。僕字が汚いからカルテ作ってくれた方がシを漢字の3と間違えちゃったんですね。前にもあったんですよ。名前がカタカナなもんで、振り仮名の欄もカタカナ記入するのは変かなと思って。ああ、なるほど。それじゃあ中へどうぞ。お願いします。はい、上部消化管内視鏡ね。西子さんはどうして内視鏡検査を受けたいの？3週間くらい前からなんですけど、なんか胃のあたりがチクチクってこう痛くなって、シアノキョベジン飲んだんですけど治らなくて。実家がインカ帝国なんですけど。インカ。はい、といっても奥の方なんですけど。で、1週間ぐらい前にそっちの病院で見てもらって、そしたら検査した方がいいって言われまして。血液検査はインカでやったの？あ、やりましたやりました。それは異常なかったんです。で、胃カメラの検査も一応した方がいいって言われたんですけど、予約待ちですぐできなくて。あ、でもこっちの方に来なきゃいけない用事があったもんですから。仕事か何かで川崎に来てるんですか？まあ。どのような？え、仕事は？え、仕事ですか。まあ一応関係を。何関係？あの世界政府関係をちょっと、はい、いやね、聞いたのはほら、胃というのはストレスで病むことも多いから、ストレスの多い仕事をしてるのかちょっと気になってね。あの因果にもパン君とはだ、あ、ごめんなさい、あの胃の病は気の病って言葉あります。その辺は同じですよ、因果も日本も。そうですか。なるほど、わかりました。それじゃあ検査してみましょう。西川さんは内視鏡初めてですか？はい。じゃあ西川さん、これは胃の活動を抑えるお薬ですから飲んでくださいね。なんか米の研ぎ汁みたいな色だな。じゃあこれは口の中の麻酔なので、しばらく口に含んでからゆっくり飲み込んでください。あ、いちご味だ。
はい、じゃあよく揉んでくださいね。金子さんはお注射しました？私まだ。あ、口の中がしびれてきた。海力さん、中へどうぞ。西川です。じゃあ検査始めますね。胃に空気入れますから少し苦しいですけど頑張ってくださいね。咳我慢して。咳すると空気抜けちゃって時間かかりますよ。はい、口から吸って、鼻から吸って。冗談ですよ。口から吸って、鼻から吐いて。西川さん、そろそろ検査終わってる頃ですかね。なんでもないといいんだけどね。西川、西川、西川くん。で、どうだったの？はい、特に異常はないってことでした。そう、よかったね。今日の決闘、ちゃんと予定通り行けますよ。よし、じゃあこのまま景気よくレッドさんの息の根止めちゃおっか。はい。もうちょっと歯ごたえのあるやつはいねえのかよ。いやでも西川くんがなんともなくてよかったよ。もうこっち来るなり胃カメラ飲むなんて言うから心配しちゃったじゃない。私悪い病気じゃないかって。そんなに心配してくれてたんですか。嬉しいな。健康が一番ですよね。ピザピザ。あ、ほらほら、大蛇くんもだらしないこぼしてるよ。その夜、悪の組織フロシャイムは健康のありがたみをしみじみと喜び合ったのであった。ふみさん、ふみちからさん。ふみちからさん。いや、西川です。ヘンゲル将軍、お帰りは。夕飯には戻る。サミュエル、今晩は何にするつもりだ。ホットプレートで焼肉をと考えておりますが。そうか、ならば冷蔵庫の特用カルビは出しておいた方が良いな。夏とはいえ今日は涼しいからな。油断していると夕飯までに肉が溶けぬ事態もあり得る。万全を期し、パックを裏返し、台所のステンレスのシンクに伏せておくのだ。はっ。しかし将軍、冷凍になっているカルビは一パックだけでございます。一パック。組織のみんなで食べるにはいささか少ないのではないか。もしや、あとはソーセージか何かを代用し焼肉と言い張るつもりか。いえ、豚ヒレのブロックがございます。こちらは凍らせておりませんのですぐ使用できます。こちらを一口大に切り一緒に焼こうと考えておりますが。ヒレか。どうでしょう将軍。よし、ではこうしよう。今日は焼肉は中止だ。夕飯はヒレカツにする。ヒレ肉は脂身がないゆえ焼くと身が締まりパサパサとして美味しくない。無理に焼肉にすることはない。何より足の速い豚肉が冷凍でないのならまずそちらを優先し献立を考えるのが得策。お前は焼肉に固執するあまりヒレ側の立場で見ることを忘れていたようだな。献立は変更しヒレカツにする。恐れ入りました。おお、もうこんな時間か。そろそろ出かけねば。ですが将軍自らがお出向きにならなくても私めが参りますのに。いや、己のちょこちょいは己でけじめをつける。昨日の草津での月例会においてバンプの土産までむっかり持ってきてしまったのは私の落ち度。しかしバンプ様は電話の際、それでしたらそちらでお召し上がりくださいそうおっしゃったのだ。だからといってはいそうですかと素直に食えるか。こちらが間違えて持ってきた饅頭。いえ。では行ってくる。武装を頼むぞ。はっ。着いたか。
スなのか。バンプがいなくとも誰かしらいると鷹をくくっていたが、やはり先に電話を入れておくのが定石であったか。出直すか。いや、こうしている間にも万獣の皮は刻一刻と固くなっていくのだ。猶予はならん。やらねば。無理か。ん？洗濯物が干しっぱなし、自転車が置きっぱなし。おお、バンプ、今日は会えなくて残念だった。自転車のカゴのまんじゅうは気がついたか。うん。曇天にもかかわらず洗濯物が干しっぱなしであったゆえ、そう遠くへは行っておるまいと思ってな。自転車のカゴの中でも大丈夫であろうと判断したのだ。いや、ほんとすみません、わざわざ来てもらって。ちょっと対決に行ってたものですから。はい。あ、傘はまたお届けに。はい、では失礼します。電話、バンプ様ですか。うん、私の推理が的中し、あの後すぐ帰ってきたそうだ。はっ。そうか、戦いの疲れに甘いものがありがたかったか。持っていって正解だったようだな。いらっしゃい。あ、そうそう、意外と使えるのよね。蓋がついてるから、牛丼屋さんのテイクアウト用の容器って。佳代子のやつは世界征服を企む悪の権化と何の話をしてるのよ。いいんですか。じゃあお言葉に。ちょっと長いか。酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜたら手の中で丸めて、さあ悪と油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味にポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて丹の鶏団子鍋食べよう。あのヘンゲル将軍、前から伺いたかったのですが。なんだ。ちょっと聞きにくいことなのですが、ヘンゲル将軍は、その、公職でいらっしゃるのでしょうか。違う。サミエル、物事の表現は正確にすべきだな。はあ。私は、ドスケベだ。フロサイム西東京支部ヘンゲル将軍、彼の知能指数は150を超えるという。踏んづけても水泳の悪は高
頑固でしつこい油汚れによく似てる。今週の汚れは今週のうちに、ちょいのパッパでほらきれいね。緑の口パツの真っ赤なヒーロー。レッドさん、呼び出すのは構わないんですけど、お話ならもっと他の場所でしません？いいよ、ここで。でも今夏真っ盛りですよ。日光が強すぎて目がチカチカするんです。お前のどこに目があんだよ。むつり君の目分かりません。ほらここ触覚の先に目があるんですよ。むつり君カタツムリ型の怪人で。どうでもいいよ。つうかお前ら俺の話聞く気あんのか。ありますあります。ほら聞こう聞こうね。レートさんから呼び出してくれることなんてめったにないんだから。はい頑張ります。ですがなんだよ。やっぱり場所変えません。まあそれはレッドさんは太陽の戦士ですから、こんな暑さなんでもないんでしょうけど、私今下着が汗でぐちょぐちょ。ここでいいって言ってんだろ。そういえばさっき効果学スモック注意報が発令されたって言ってましたよ。え、本当？目がチカチカするのはそのせいだよ。やっぱり場所変えましょうよレッドさん。別に死にゃしねえだろ。じゃあ喫茶店行きません？金かかるからやだよ。じゃあ溝の口の高津市民館とかどうですか。あそこならタダだしクーラー効いてるし。あ、むつりくん。はい。なんで悪の怪人が胃の一番で熱中症で倒れんだよ。大体だな。俺さ、ここんところお前らに甘すぎたわ。優しくしすぎた。いいことじゃないですかね。正義の味方なんだから優しい。どこがだ。つうかお前らもそうだよ。甘いんだよ。本当に俺を倒す気あんのかい。ありますありますね。すげえぶっ潰したいっす。レッドさん伝わってこねんだよ。もうあいつが羨ましいよ。え、あいつってシャチホコイダーグレートだよ。名古屋のドエラー強いやつ、シャチホコイダーグレート参上だがや。シャチホコイダーグレート、あ、プロシャイムだよりで見たことある。ああ、うちの社内方で。社内何あれ。でもシャチホコイダーって確か神奈川県の正義の味方ですよね。まあな、もともとはな。あいつはそもそも小田原城のシャチホコがモチーフだったんだけどな。シャチホコといえば名古屋だっつって愛知に引っ越したんだよ。名古屋のシャチホコは日本一有名だからな。それでシャチホコイダーグレートになったんだよ。まあグレートって言ってもよ、頭のシャチホコを金色でおっきいやつに自分で取り替えただけだけどな。あれ取り外せるんですか。まあでもよ、なんだかんだ言って神奈川には俺がいるから、あいつは出て行ったんだろうな。え、なんですか。ちょっとよく聞こえませんでした。なんでもねえよ。でこの前偶然やつと川崎の地下街で会ってよ。ねえ、何か食べていきましょうよ。あれレッドさん、 お久しぶりだな。もうあいつ海外旅行行くのにパスポートが必要になったらしくてよ、戸籍証本だかなんだか取りに帰ってきたんだとよ。ごめんなさい。まあそんな話はどうでもいいんだけどよ、シャチホコのやつ充実してんだってさ。名古屋のモーニングコーヒーにはトーストと入れたまことサラダと時にはバナナもついてくるでよ。バーンチャース。名古屋の悪の組織手羽先との戦いが激化してんだってよ。ったく、それをカヨコの前で自慢しやがって。あ、名古屋城爆破は私が阻止した話、こっちに伝わっとりゃ。前からあいつ嫌いだったんだよ。デリカシーなくてよ、同期のくせに妙な敬語使いやがって。その割には話すのは自慢ばっかりで。まあとはいえ毎日忙しいんだってさ。怪人と生きるか死ぬかの戦いを繰り広げてヒーローミオルに尽きるんだってさ。ああ、それでレッドさん今日イライラしてたんですか。あ、何がおかしいんだよ。その話嘘ですよ。え、
私先日手羽先にいる甥っ子と話したばっかりなんですもん。その時シャチホコイダーさんの話なんかこれっぽっちも出てきませんでした。彼相手にもされてないんじゃないですか。マジで？そうですよ。だいたい戦いが激化している時に海外旅行なんて変じゃないですか。おかしいと思ったんだよ、あいつ弱えくせに。気にすることなかったんですよ、レッドさん。悩んで損しましたね。そういうことかよ。な、あいつふざけんなっつーの。ところでレッドさん、あ、まだ何かお話ありますか？え、お話何かあります？え、何か別にないのかな。じゃあもう帰ってもよろしいですか？うん。もう大丈夫、むつりくん？はい、寝たらすっきりしました。でも世の中にはいろいろなヒーローがいるもんだよな。ほんと。でも嘘つきヒーローはやだよな。正義の味方のくせに恥ずかしくねえのかな。ねえ、私たちはレッドさんが相手でよかったよ。ちょっと厳しいっすけどね。ちょっとか。でも厳しさも私たちのことを思ってこそ。じゃなきゃあんなに怒ってくれないよ、命狙ってる私たちに。それありますよね。そうそう。どうしたの？なんか釈然としねえんだよな。天体戦士サンレッド、これは川崎市で繰り広げられる善と悪との戦いの物語である。ロシアムのニック鬼畜的天体戦士サンレッド、どうすればあいつを倒せるんだろう。あっ、たく、なんで俺がこんなこと。ぶつくさ言わないな。あー、その袋卵入ってるんだからいらさないでよ。わかってるよ。なんだよ神々。何よ。なんでもねえよ。これだ。お客様ご案内です。おお、ウサゴッツ、久しぶりだな。タレミミ先輩、ご無沙汰してます。店でその名出すな。ここでの俺の名はレイジだ。やだ、かわいい。この子レイジ君の知り合い？学生時代の後輩さ。もうレイジ君かわいい。おい、マネージャー。あの先輩、僕。わかってる、今案内させる。久しぶりの再会に乾杯だ。乾杯。お前もいい加減酒の味を覚えたらどうだ。ごめんなさい、僕お酒飲むとすぐ眠くなっちゃうんです。まあ本気で酒を好きになった時は大概人生下り坂だ。あ、それにしてもタレミミ先輩相変わらずモテモテですね。モテるのが仕事だからな。僕尊敬しちゃうな。で、話ってな、金が？あ、はい。あ、違います。聞いてください、うちの組織と敵対するやつがいるんですけど。敵対？なるほど。そのレッドってやつの面倒見てる女がいるのか。はい、もしレッドがかよこさんに売られたらきっと一文なしになって自滅すると思うんですよ。つまりこういうことだな。この歌舞伎町ナンバーワンホストであるレイジ様の力でその二人を別れさせてほしいと。そうなんです。いいだろう、恨みを買うのは慣れてる。やってくれますか。世界征服なんてのは俺の主義じゃないが、可愛いウサのためだ。ありがとうございます。いや、相変わらず指名が立て込んでてな。こいつは帰りのタクシー代だ。え、バブルじゃないのに。いいから取っとけ。気をつけろ。じゃあな。ここで張ってれば来ると思います、うん、午前中は仕事しない主義なんだが。すいません。いいさ。ん？あれか。そうです。好きそうな顔しやがって。お願いします。お？ああ。あ、なんだこれ。乾杯。レッド、あの写真見たかな。女が俺に見せた恍惚の顔、あれを見れば自分を負け犬と思い知ったレッドの方が女に別れを切り出すはずさ。
ねえねえ聞いて、今朝ねすごく可愛い犬がじゃれてきたの。恨みを買うのは慣れてるさ。鳥の引き肉にみじん切りの長ネギ、酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜたら手の中で丸めて、さあ悪と油取りながら団子鍋で煮込むのさ、野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味にポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて団子鶏団子鍋食べよう。